女服像人熊、ま、列船主廃より船に乗る女服女服は、旗の奉仕、聖国の老屋軍の出身。別名は、女。不死の妙薬を求めて、航海に出る女服、四季巻118、ナン航三列伝によると、旗の始皇帝に、東方の三上山に調整不老の霊薬があると、苦心し、始皇帝の命を受け、三千人のわらべ男同女と、百皇を従え、 財宝と財産、五国の種を持って東方に船出した者の,の三上山には、至らず、平原光沢を得て、王となり、旗には戻らなかったとの記述がある。また使い、上福入り海求心遺物、神たメニセ事曰く、新味海中大臣、こと曰く、何時に思考の使い横島しま新党曰く、さ、何時何休曰く、願受け延年益熟すし、神曰く、 何時、新王の礼薄、徳官、しかも不特取り。即、重心東南イタリ宝来山、三芝鳴宮傑、有志者同職、しかも龍慶、光上寺寺寺店。お世信西大神門曰く、洋南市県渡積曰く、異例名男子若ぶり女とも百光のこと。即、徳氏確か。旗皇帝大、県ぶり男女三千人、助行き五穀種々百光事業。 序福徳平原、広沢、留ををくる。芝線、歪南高山列伝、四季巻百十八。東方の三上山とは、渤海の先にある新鮮が住むとされた島で、蓬来、宝城、英州のことであり、宝庫、片壺、英壺とも称し、合わせて三壺という。後日本でも広く知られ、竹取物語でも、東の海に蓬来という山あるなりと記されている。 宝来や英州は後に日本の故障となった。疑心南北朝時代の487年、英州は行政区分として制定されている。同じく、式巻録旗はじめ公本義に登場する女子は、始皇帝に不死の薬を献上すると持ちかけ、援助を得たものの、その後始皇帝が現地に巡行したところ、実際には出航していなかった。そのため、改めて、 出発を命じたものの、そのキ路で死皇帝は、抗議したという記述となっており、不死の薬を名目に実際には出発せず、皇帝から金品をせしめた詐欺師として描かれている。出港地については、現在の山東省から石港省にかけて諸説あるが、紀元前二百十九年の第一回出港は、河北省進行党し、第二回の紀元前二百十年の出港では、 石膏省ネハシジケ氏が有力とされる。途中、現在の韓国チェジュ特別自治道ソギポシや朝鮮半島の西岸に立ち寄り、日本にたどり着いたとされる。除服に関する伝説は、中国の他日本や朝鮮半島に散在し、内容は地域によって様々であるが、いずれもほとんどが、ワイナンコーサン列伝の記述に基づいたものである。 女服公園内の女服の墓と女服検証比較地に女服ゆかりの伝承が残されている。福岡県八女子山内には女服が渡航後に立ち寄り、体が温まるよう村人が枯れ木や落ち葉を燃やして助けたとの言い伝えが残り、女服を弔う伝統行事、道男山ふすべが残っている。女服がたどり着いた地については、特に熊野の地にたどり着いたというものがよく知られている。 波多種駅付近には除服の宮があり、彼が持参したと伝わるすり鉢をご神体としている。また、道地からは、神代の貨幣である、旗半量が出土しており、伝説と関連するのでは、とも言われている。近隣の和歌山県新宮市には、除服の墓とされるものが伝わっており、除服公園が作られている。佐賀県佐賀市の伝承では、同市の金龍山に、 ジョフ服が発見したとされる、フロフキという植物が自生する。フロフキは、カンアオイの方言名で、地元では俗に、フロオフシがなってフロフキになったとおともいい、金流地区ではその昔、根や葉を石止めとして利用していたという。京都府稲町の伝承では、ジョフクは道町にたどり着いたとしている。町内にある新伊崎神社付近は、勝負や黒節のよもぎなどの薬草が自生しており、 女服はこの地で、不老不死の妙薬を探し当てたとされる。高い文化や技術を習得していた女服は村人に、慕われたので、当地に上陸後、故郷に帰ることなく、村に滞在したと言われ、近隣でマシンが流行して、多くの村人が亡くなった際に、女服を、新井崎神社に祀ったところ救われたと伝えられる。現在も同社には女服が祀られており、所蔵する古文書、 神大名人公匹にも彼のことが記されている。長野県佐久市の伝承では、女クは立品山に住んでいた時に双子を儲けたとされ、彼らが遊んだ場所を双子池や双子山と名付けたという。他にも鹿児島県泉市、一菊市菊式野市、宮崎県延岡市、広島県廿日市市、愛知県一宮市、豊川市、川市東京都八丈町。 秋田県小菓子、青森県中泊町などに伝承が存在する。呉の孫県は、東の海上にある伊州と丹州を征服しようとして、水軍を送り込んだが敗北した。丹州は、旗の除服が住み着いてその子孫が暮らし、住民は、海警軍東野県に時々は、交易に来ていたという。伊州は、台湾説、沖縄説、日本説があり、丹州は、海南東説、 ルソン島説、沖縄説、種ヶ島説、日本説、チェジュ島説がある。尺義祖の義祖六条には、女服が富士山に漂着したことが記され、剣徳5年に、広志巡大師が、徐福は、各500人のわらべ男道場を連れ、日本の富士山を、宝来山として永住しと伝えたという。北総の政治家、詩人である、王洋治の日本刀家には、 その先、ジョフクサハタミン採掘支援流感動牢百、交互しとものに至り今、器が安威な成功という内容で日本を説明する部分が存在する。朝鮮半島で書かれた、回答諸国記には、高齢天皇の御用に、不老不死の薬を求めて、日本の紀州に来て、そしてスジン天皇の時に死んで、神となり、人々に祀られるとある。この記述は、式において、ジョフクの記事がある。 始皇帝28年の翌年に、危機に書か,かれる、高齢天皇即位72年を機械的に当てはめて、常服と、旗氏は、本当は、古代イスライムから、旗に渡ってきた、イスラエルの失われた獣子族の一族とされている、説がある。1982年、中国において、中華人民共和国地名辞典編纂の際の、調査中、 チャンス・少ョー・グも講師にレケン・カナヤ人にある、城下という村が、真の建立帝の時代以前に、除福村と呼ばれており、除福にまつわる伝承や遺跡があることが判明した。ただし、1980年代になるまでは、現地の旧家では、秋夜になって先祖がこの地に移住したとの伝承が、なされていたことと、除福の実在性自体が疑わしいことから、 日本からの観光客を狙った村おこしではないかとの指摘がなされている。実際に、城下村には日本人観光客が多く訪れ、名物、除福茶も好評だという。また除福が出港したとされる候補地の一つ、時計市では2000年3月30日に除福記念館が開館したことを契機に、日本の除福研究者や演者との交流が始まり、翌2001年秋には、 時系史達山人分て南路に女福小学が開校した。2008年10月、佐賀市において、佐賀女福国際シンポジウムが開催された。日本、中国、台湾、韓国から研究者が多数参加し、発表を行った。吉野狩遺跡との関連についても講演が行われた。ありがとうございます。